よろしくお願いします。ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の内藤でございます。講習に入る前に、講習の資料について、ご説明したいと思います。この、AJAX 小町統合データベース講習会のホームページ、これ皆さんが申し込みをされるときにアクセスしているサイトですけれども、そちらの中ほどにですね、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというところを進んでいただくと、moddb というサイトがあって、こちら午前中からずっとタブを開きっぱなしにしている方はすぐ開けると思うんですが、そちらに私の資料も掲載しています。真ん中のあたりのプログラムのところですね、塩基配列解析のためのというところです。クリックしていただくと、このような資料があります。で、これは私の講習で紹介するデータベースとかウェブツールのリンクになっておりまして、実際に手元の PC ですぐ試していただけるように用意してあります。あとはですね、このページはずっと残りますので、ノートとかを一生懸命取らなくても、後で、帰った後で参照することもできます。で、スライドの方、皆さんのお手元にもありますけれども、PDF ファイル、こちらにも掲載しています。同じものです。じゃあ、スライドに戻りまして、始めたいと思います。で、まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、私、ライフサイエンス統合データベースセンターというところにおりますが、センターの名前、聞いたことがないという方もいらっしゃるのではないかと思います。私たちのセンターは、ライフサイエンス分野のデータベース、研究開発に関する専門の機関です。で、2007年に設立された比較的新しいセンターなんですけれども、組織としては文部科学省所管の国立の研究機関で、静岡県三島市にある国立遺伝学研究所とか、あとは東京の国立情報学研究所とかと同じような機関になります。同じ機構に所属している研究機関になります。で、申し遅れましたけれども、私はツイッターやっていまして、ID がこのメソカカセで、こういう白黒の顔のようなアイコンです。で、私のこの講習に関しては、ツイート自由にしてくださって構いません。で、私はもともとですね、バックグラウンドとしてはウェットな実験系のラボにおりまして、RNA のメカニズムに関する研究とか、あとマイクロ RNA の研究などをやっていました。で、今私はデータベースとかウェブツールに関する仕事をしているんですけれども、そのきっかけになったのはですね、この RNAi をやっていた頃に、SIRNA を設計するこうサイト、ウェブサイトという SI ダイレクトというんですけれども、それを構築して公開したところ、これが幸いなことにすごく好評で、で、そういったことをきっかけに、データベースウェブツールの仕事をするようになったわけです。で、少しだけ脱線するんですけれども、これがその SIRNA 設計の SI ダイレクトというサイトです。今日の講習会のアンケートで、主に研究対象にしている生物種ありますかっていうのがあったと思うんですが、その中で人とかマウスとかまんまると書いてくださった方結構多かったんですけれども、まんまるで RNAi をやられている方ぜひ使ってみていただきたいんですけれども、まんまるで長さが20ベースぐらいの SIRNA を使って RNAi を行うんですけれども、よく聞く活性の高いかつ特異性の高い SIRNA を設計するのって結構難しいんですね。で、それをこうノックダウンしたい遺伝子の配列とかアクセッション番号を入れれば簡単にデザインできるというのがこのサイトです。
で、まあ、こういう結果の画面が出るんですけれども、今言ったように、まあ、哺乳類の細胞でよく効く、かつ、特異性の高いオフターゲット効果が少ないと思われる siRNA が、まあ、このように選択できるようなサイトになっています。で、まあ、こういう RNAi の仕事をしていたんですけれども、で、そうするとですね、RNAi とか、あと、マイクロ RNA って、20ベースぐらいの配列の認識が、こう、ポイントなので、私も当時はですね、塩基配列を、こう、ブラストとか、まあ、そういったソフトウェアで、こう、検索をしたりとか、あるいは、こう、遺伝子リストを作って、で、それを、遺伝子を、公共データベースから探すということを日常的にやっていたわけです。で、これは別に RNAi に限らず、まあ、モレキュラーなこう仕事をこうやるときっていうのは、例えばPCR のプライマーをデザインするとき、公共データベースから塩基配列を取ってきますよね。で、あとは自分が研究対象にしているような遺伝子をデータベースからこう調べてきて、論文読んで、ダウンロードしてきてということを日常的にされていると思うんですけれども、ですからまあ今日は公共データベースから遺伝子を探すということをメインに、まずは話していこうと思います。で、具体的には遺伝子名とかあといろいろなキーワードがあると思うんですけれども、そういったものから、公共データベースを探すということと。あとはですね、今遺伝子ってこう簡単に言いましたけれども、トランスクリプトを指しているのか、あるいはそのゲノムのある、領域、まあ、特定の座標を指しているのかっていうのによって、いろいろな ID がついているんですね。で、その、仕組みを把握していると、こういろいろ作業しやすいと思いますので、今日はその遺伝子のこう様々な、まあ、ID に関する話もします。でそれから、塩基配列から、遺伝子を探すということについても、やっていきたいと思います。で、まず遺伝子を探す、公共データベースから探す、めちゃくちゃ基礎の部分なんですけれども、遺伝子を公共データベースから、探すときに、おそらくかなりよく使われているサイト、NCBI アントレというサイトを皆さんも使われている方多いんじゃないかと思うんですけれども、そこで、遺伝子塩基配列のデータベースということでこうヌクレオタイドというところを選んでこうキーワードを入れれば、とりあえず、遺伝子を探すことができる、ようになっています。まあ、実際にちょっと見てみますけれども、これ Google 検索などで NCBI とか入れて検索しますと、トップに National Center for Biology Information というのがヒットします。これ進むと先ほどの画面が出てきますので、ここでヌクレオタイド、ヌクレオチドを選んで、ここ何でもいいんですけれども、例えばまあそうですね、遺伝子名、ウィメンチン、ビメンチンとか入れて、検索をすると、データベース今探してこう結果が出るわけです。でも、まあ、見てみるとですね、結果が4981件でかなりたくさんヒットするんですね。で、これちょっと見てみますと、これラットのビメンチンとか、あとは、これはニワトリのビメンチンとか、あとこれちょっと生物種わからないですけれども、こういろいろな生物種の、ビメンチンがこう出てきます。それからあとニワトリって出てきましたけれども、ここまた出てきてこう重複があるんですね。で、例えば、まあ、人のビメンチンを探したかった場合とかっていうのは、まあ、見てみると9番目にこうあるんですけれども、これをクリックしてみると、このように塩基配列の、データがこう出てきます。で、これ見てみますと、ホモサピエンス、ヒューマンの、ビメンチンのメッセンジャー RNA の配列で、
で上の方には、まあ、ID がこう出てるわけですね。アクセッションと書いてあるところ NM_003380 というのが、アクセッションです。でそれからこの塩基配列の長さとか、あとはあの登録、データが更新された年月日などが書いてあります。まあ、それからソースのところには、ホモサピエンス、人由来の配列であるっていうことなどが書いてあって、であとはリファレンスのところに、この塩基配列に関する、文献の情報が掲載されています。これ結構長いです。で下の方に行くと、コメントというところに、まあ、この塩基配列に関する、説明がですね、あのコンパクトに書かれていて、でさらに下の方行くと、この塩基配列の何番目の塩基から何番目の塩基までが、どういった機能を持っているかというようなことがこうリストで書かれています。例えば、CDS というところを見ると、414番目の塩基から1814番目がここが、コーディングですね、アミノ酸、タンパクに翻訳される領域です。で、ちなみに翻訳すると、ここに書かれているような配列、アミノ酸配列を持ったタンパクができるというようなことがわかります。でずっと下はあのスニップの情報とか、まあ、様々な、情報が出てきて、一番最後に塩基配列がこう載っています。で PCR のプライマーを設計したりとか、あとはあの、まあ、SIRNA 設計したり、そういう時はこの配列をコピーペーストしてきて、まあ、いろいろ処理をするというようなこと、あの、まあ、あの日常的にやっている方はこう何を今更っていう感じかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと基礎ということでまあご容赦ください。で、スライドに戻りますけれども、最初にビメンチンと今の、NCBI のサイトに入れて検索すると5000件ぐらいヒットが出てきました。でこれすごく多くて、まあ、下手をすると自分の探したいものがなかなか見つからないという状態だと思いますので、絞り込みをする必要があると思います。で絞り込みはGoogle のような一般の検索エンジンと同じようにこう単語を加えていって、まあ、アンド検索をするんですけれども、Google とかと違うのは、ただ単語を並べればいいのではなくて、大文字でアンドと打ってやって、その後に単語を足してやる必要があります。例えば、先ほどの人のビメンチン、人に限定して検索したい場合は、大文字でアンドと打った後に、ホモサピエンスと打って、さらにですね、このホモサピエンスというのが生物種であるということを、特定するために、その直後にスペースを空けずに、この括弧で、オーガニズムと、書いてやると、人に限定して検索をしてくれます。であとはですね、アンドで、これビメンチンで、この括弧でジーンネームと書くと、これが遺伝子名であるということを特定して検索できます。であとはですね、今やったような検索とはちょっと趣旨が違うんですけれども、例えば特許のに出てくる配列を検索したい場合は、このタイトル、先ほどだとホモサピエンスビメンチンって書いてあった部分、あそこがタイトルなんですけれども、そこに、パテントという、単語が入っているものを探すっていうようなことも、こういう絞り込みでできます。で、特許が出願されて、公開されると、まあ、そこに含まれている塩基配列は全て、公共データベースに入って検索できるようになるので、これで特許の配列は全部検索することができる、まあ、そういう使い方ができます。で試しにですね、先ほどのサイトで、これですね、戻って、絞り込み検索をしていますが、これ今ビメンチンとだけ打った状態で、4981件のヒットが、ある状態です。でそこに大文字の
アンドと打って、で、ホモサピエンスと。人のビメンチンを検索すると。で、これホモサピエンスみたいに、複数の単語にまたがる場合は、ダブルクォートで、囲んでください。で、これ囲まなくても、似たような結果が出るんですけれども、囲んだ方がより正確な指示を出すことができます。で、生物種であることを限定するために角括弧で囲ってオーガニズムと入れて、検索をします。で、そうすると5000件近くあったヒットが252件に減るわけですね。で、見てみると確かにホモサピエンスビメンチンホモサピエンスビメンチンってこう出てきます。で、人に限定したのにこれなんでまだ200個もあるのかっていうことなんですけれども、それは、スライドの方ですね、ちょっと戻って、2つ先のスライド見てみますけれども、この塩基配列の公共データベースというのが、これ世界に3つこれデータベースの拠点があって、アメリカの NCBI が維持しているジェンバンクというデータベースと、ヨーロッパのエンブル EBI が維持している ENA と ENA というデータベースと、それから日本の国立遺伝学研究所にある DDBJ、そこに、塩基配列が登録、研究者がシーケンスを読んで、公共データベースに登録するときというのはこの3箇所のどこかに登録するんですが、で、これ3箇所の拠点はこう毎日データを交換していて、共有されているんですけれども、基本的に研究者が自由に塩基配列を登録できる一次データベースなので、例えばビメンチンをシーケンスした人がこうたくさんいて、でみんながこう登録すると、たくさん同じ配列であってもたくさん登録されるという、ことが起きます。それで戻って、で、この、絞り込みの検索なんですけれども、ここでこう角括弧でオーガニズムとかジンネームっていうこの書き方を忘れてしまった場合でも、もっと簡単に指定する方法があって、この検索窓の下にこれアドバンストサーチというところがあるんですね。アドバンストと書いてあるところがあります。で、そこに進んでもらうと、ちょっと実際にやってみますけれども、この今入れたこの検索窓ですねの下にアドバンストというところがあります。で、これ、進むとこれ複数の検索窓が出てきて、で、例えば今こう打った検索だと、これ最初ビメンチンで、2番目にこれ人のビメンチンということでホモサピエンスと入れましたが、で、これがこれ生物種を表すオーガニズムであるということをここから選ぶことができるんですね。で、選ぶとこの上に今こう検索式が自動的にできましたが、ビメンチン大文字&ホモサピエンス括弧オーガニズム、検索式を作ってくれます。で、これで検索をすると先ほどと同じ結果が出てきます。で、これ生物種以外にもこれいろいろな、キーワードの種類が設定されていますので、これを見ながら絞り込み検索をしていくことができます。で、次にですね、遺伝子の ID についてなんですけれども、先ほど言ったようにトランスクリプトを見ているのか、あとはゲノムのある座標ローカスを見ているのかっていうのによって、いろいろな視点でこう ID がついているんですが、今日はここでは、主要な4つの ID を選んで、説明します。で、アクセッションナンバーとレフセック ID、ジーン ID と
あとシンボル。シンボルは ID というよりも、まあ、遺伝子名というようなニュアンスなんですけれども、少し説明していきます。で、まずアクセッションナンバーなんですけれども、これは先ほど申し上げた、3極 の、 塩基配列の国際塩基配列データベースに登録するときの塩基配列の ID です。で、形式としては、こう A の12345とか AB の123456というような形をしていて、アルファベットと数字が組になっている形になっています。で、最後にですね、点1とか点2のようなバージョンを表示していて、で、まあ、例えばですね、一度こう登録した配列をこうシーケンスをこう読み直していく と、3プライム UTR とか5プライム UTR の部分がよりこう長く読めて、そこを、まあ、付加した場合とか、あとはうまく読めていなかった部分を修正して登録した場合に、同じこう由来の配列でもこの点1のところが点2点3というふうに、アップデートをされます。ですので、これ塩基配列を特定したいときは、このアクセッション番号、この A の12345まで、ではだけではなくて、この点1とか点2のようなバージョンまで含めて書くと、きっちり塩基配列を特定できることになります。で、アクセッション番号ってこう俗にジェンバンクのアクセッションとか呼ばれることがあるんですけれども、ジェンバンクのというわけ、これはあまり正確ではなくて、この3箇所ある拠点に共通の、ID になります。で、次にレフセック ID なんですけれども、まあ、先ほど人の微面チンって検索したときに、こうたくさんのこう登録があって、同じものを表しているのに、まあ、非常にこう重複してたくさんヒットしたということがありました。で、それでは不便なので、この3大データバンクにある一次配列を元にして、トランスクリプトごとにこう1個リファレンスとなるものをこう登録してやったという RefSec というデータベースがあります。これ NCBI が作って維持しているんですけれども、で、これはまあ遺伝子の百科事典のようなものに相当します。で、これはまあ遺伝子の百科事典といっても、これはスプライシングのこうバリアントごとにこう別々の ID が付与されていて、まあ、塩基配列ごとにこうついているわけですね。で、それで ID はこう NM のアンダーバー012345、バージョンも入れて .6 とかそういう形をしています。で、特徴としてはこの、アルファベットの後にアンダーバーがつくのが、RefSec の ID になります。で、まあ、RefSec の ID といっても実用上は先ほどのアクセッション番号と同じように使うことができて、検索する場合もこの ID を入れれば出てきますし、あとは先ほどちょっとご紹介した SI ダイレクトで、アクセッション番号または塩基配列を入れてくださいっていう、そのアクセッション番号を入れてくださいのところに、この RefSec の ID を入れることもできます。で、アクセッション番号とか RefSec ID というのが、その塩基配列一つ一つに対して、付けられた、ID なのに対して、次に紹介するシンボルとジーン ID というのは、これは遺伝子ごとについている ID になります。で、シンボルについては、まあ、ID というよりもこの名前ですね、遺伝子名に相当するものです。で、まあ、例えばですね、人のカドヘリンという遺伝子がありますけれども、それに対してはシンボルとしては大文字の CDH1 という名前が、まあ、これ遺伝子名の正式名のような感じだと思うんですけれども、そういう名前がついていて、で、人の場合は全部大文字で表記するような決まりになっています。で、マウスの場合は先頭が大文字で、あと小文字、ラットもそうですね。で、まあ、同じ CDH1 なんですけれども、例えば マウスとラットとでは、これ全く同じ、大文字小文字含めて同じになっています。で、一方でこの GeneID というのは、
これ生物種と、この遺伝子に対してこれ個別についていますので、ジーン ID を使うとこれ生物種と遺伝子をこれそれぞれ特定できることになります。で、あと特徴としてはですね、シンボルというのは慣用的に使っている名前と一致しないことというのが結構あって、例えば例の人の、P53 という遺伝子がありますけれども、それはシンボルの上では大文字の TP53 っていうふうに登録されています。というのはプロテイン P53 の略だと思われますが、で、先ほど言ったように生物種間でこうダブる可能性があります。で、ジーン ID は、このように重複なく別々に ID がついているという感じです。で、それぞれの関係なんですけれども、このようにまとめることができると思います。ここではですね、例として、人の22番染色体の、この場所にですね、DGCR8 という遺伝子がありますが、その遺伝子はこれ2つの、選択的スプライシングによるこれ転写の、バリアントが知られています。知られているというか、データベースに登録されています。で、その一本一本に対してこれ RefSecID というのがついていて、 NM の何番、 NM の何番というのがこうついていると。で、これはトランスクリプトごとについている ID です。で、一方でこの2つをまとめてこの遺伝子としてですね、シンボルに DGCR8 という名前がついていて、あとジーン ID はこれ人ですけれども、人の DGCR8 に対しては54487という ID がついていると。遺伝子、この染色体のこのローカスごとについている ID ということです。で、ちょっと丁寧に ID について説明しましたが、もし質問とかあれば、いつでもどうぞ。で、次にですね、配列から遺伝子を探すということについて見ていきますけれども、配列から遺伝子を探すときにこれ非常によく使われているサイト2つあります。NCBI のブラストと UCSC のブラッド、それぞれウェブ上で塩基配列から遺伝子を検索できるサイトです。で、それぞれ見ていきますけれども、これ URL 書いてあるんですけれども、これブラストで検索したり、あとブラッド UCSC ブラッドで Google 検索すれば簡単にいけます。例えばブラストだと、NCBI ブラスト、NCBI ブラスト、スペース入れないとダメなんですが、でも今ヒットしてましたね。一番トップに出てきます。ブラスト、ベーシックローカルアライメントサーチツールの略でブラストなんですね。で、このサイトに行きますと、これブラストといってもいろいろな、種類のブラストがあって、これ塩基配列を検索するとか、アミノ酸配列を検索する。あとは、塩基配列からこれタンパクとか、アミノ酸配列から塩基配列のような相互に検索するようなプログラムが用意されていますが、今回は、塩基配列を探すというヌクレオタイドブラストに進みます。で、そうするとこういう画面が出て、でこの検索窓に塩基配列を入力すれば検索できるんですけれども、ちょっと試しにやってみます。先ほどのそうですね、ビメンチンとかをの配列を、持ってきて、人のビメンチンと、
さっき検索した結果を取っておけばよかったんですけれども、一番下の方にこれ塩基配列があるので、これをちょっと1行ほど借用してきて、試しに検索してみたいと思います。まあ、こんな感じで、60塩基コピーしてきて、先ほどのブラストの検索窓に入力してみます。で、これ下にいろいろと、まあ、設定できるようになっているんですけれども、塩基配列のデータベースはこれ何に対して検索するかというところで選べるようになっています。でここではリファレンス RNA シーケンス、レフセク RNA というのを対象に、検索してみます。これは先ほど説明した、まあ、この遺伝子の百科事典に相当するトランスクリプトごとにこう1本の配列を登録した重複のない、データベースです。でいくつか設定できるところはあるんですけれども、とりあえずはこれ、そのままに、ブラストと検索してみます。でそうすると、まあ、今問い合わせがいって、でしばらくすると結果が返ってくるんですが、これ今計算中である、あ、結果が出ましたね。まあ、このような画面が出てきます。で最初にこれ、今入力したこれ60ベースの配列に対してこれいくつもこう配列がヒットしたということを表しているんですが、それがまあ大体全長にわたって一致しているものがこれだけたくさん取れたということを示しています。ちょっと一部アライメントができていないものも混じっていますけれども、で下の方にこう行きますと、そのヒットした塩基配列のリストがあって、ビメンチン、ビメンチン、ビメンチンって、まあ、ビメンチンの配列を入れたので、これ当然の結果なんですけれども、このリストが出てきて、でさらに下の方に行くと実際に検索された配列がこう出てきます。でこれちょっとChrome で表示するとですね、表示が乱れているんですけれども、この縦線のところはですね、アライメントになってるんですね。ちょっと別のブラウザーで表示してみます。Firefox で今同じ画面を表示してみたんですが、今度はうまく出てるかな。あ、出てますね。まあ本来こういうふうに表示されるようになっています。今私がコピペして入力してきた60ベースの配列の1番目から60番目がこれデータベースの中のこれホモサピエンスビメンチンのトランスクリプトバリアント X1 の1856番目から1915番目に対してこのように完全に一致したと、60分の60 100% って書いてありますね。で、まあ、ずっと下見ていくとそのリストがこう表示されて、で下の方に行くとですね、一致してないような塩基もある。そういうところはこのアライメントがですねこう欠けていて、どこが一致していないのかが分かるようになっています。ミスマッチとかインサーションデリーションが可視化されています。で、もう一つ先ほどの、塩基配列の検索のツールで、今度 UCSC のブラッドというのがあります。でこれも、今見てみますが、検索で UCSC ブラッドで、出てくると思います。でブラッドってブラストに名前が似てますよね。でこれブラストライクアライメントツールの略で、ブラッドをにということだそうです。でブラッドとブラストってどう違うのかと言いますと、ブラスト、先ほどのNCBI ブラストとか見ていただいたのは、塩基配列が、
の中にミスマッチとかあるいはインサーションデリーションがある程度あっても、それを時間はかかるけれどもそれを見つけてくることができるようなアルゴリズムになっています。で一方でこのブラスト、失礼しました、ブラッドの方は、ほとんど完全一致するような配列をブラストよりもはるかに速いスピードで探すことができるような仕組みになっています。でちょうどこれブラッド VS ブラストっていう記事が出ていますけれども、まあ、詳しくはこういったところに書いてあります。で、実際に使ってみますけれども、これ UCSC ゲノムバイオインフォマティックスっていうサイトの中にあって、でこの中のトゥールスっていうところに、ブラッドというのがあります。で、Google 検索で直接はこのブラッドのページに行けないみたいです。で選んでやるとこういう画面が出てきて、やはりこれ、まあ、検索窓があってここに塩基配列を、入れて検索するようになっています。で先ほどと同じこれ60ベース同じ配列を入れてみます。ちょっとこのブラストの結果からコピーしてきますが、これ同じ配列です。で、人のゲノムに対して、検索をします。でサブミットと押すと、すぐ結果が出ます。でこれ、結果の見方は、まあ、これ今入れたものがですね、1番目からこれ60番目の塩基がこれ60分の60、まあ、100% の、一致で、10番染色体の、プラス方向の、この座標のところにあるっていうようなことが出てきます。で完全一致ではないけれども他にも似ている配列がいくつか、ゲノムの中に見つかりました。でこのブラウザーディテイルスっていうところがあるんですけれども、まずディテイルスというところを見てみると、まあ、このように、入力した配列とこれ染色体アライメントが表示されます。でブラウザーの方はですね、これ UCSC ゲノムブラウザーという画面に飛ぶんですけれども、このサイトはですねゲノムを眺めることができるようなサイトです。で今入力した60ベースの配列というのがこの YourSeq っていうちょっと小さいんですけれども一番上にあるこの黒い帯がそうです。でこのちょっと上に TCCTG って細かく塩基配列が出ているんですけれども、これは10番染色体のこの部分を拡大して今眺めている状態です。でこれだと細かすぎてよくわからないので、ズームアウトしてみます。これズームアウトっていうところで、例えば100倍とかズームアウトすると、ちょっとこう遺伝子っぽい感じ出てきましたね。このビムって書いてあってこれビメンチンなんですけれども、太いところと細いところがあって、これ細いところはイントロンです。で太いところがエキソン でこの一番太いここから先の部分は、アミノ酸に、タンパクに翻訳される、部分コーディングになります。もうちょっとズームアウトしてみましょう。ズームアウト、こう隣の遺伝子とかも見えてきました。で、今ビメンチンというのがここにあって、で、YourSeq って随分小さくなりましたけれども、ここにちょこんってこうバーコードみたいにあります。これが、コピペで検索した60万の配列がゲノムのここにあるっていうことがこう見られるわけです。で、これ遺伝子の、まあ、構造の他にも、まあ、これ様々な情報がこう表示されるようになっていて、例えば生物主観でどのぐらい保存されているかっていう情報とか、あとは GC 含量とか、こういろいろな情報をこの下の方からですね、見たいものをこうオンにすると表示することができるようになっています。
それで、まあ、ちょっと駆け足でですね、あの遺伝子の、あの塩基配列の検索というのを見てきたんですけれども、まあ、この今見てきたような、ID とかこれキーワード、あるいは配列から遺伝子をこう探すという場合にですね、あの、まあ、さこの、まあ、人によって探したいこのキーワードが非常に多様なんですね。遺伝子名で探したかったりとか、もう ID が分かっていればあのすぐ出てくるんですけれども、あの、まあ、遺伝子の機能に関する語句だったりとか、あとドメイン名で検索したりとか、あとはですね、よく結構多いのが、なんか疾患の名前でこうなんか遺伝子をこうあの、まあ、リストというか検索してくるようなっていう使い方もあります。それから配列で、それぞれこれ検索するキーワードによってこれ入り口が異なるんですね。あのどのサイトで検索すると、効率よく探せるかっていうのがあの変わってきますので、それを知らないとあの、まあ、うまく遺伝子を探すことができないという問題が、あります。で、それから、ブラストとかですね、あの、まあ、塩基配列の検索をするとき、これやってみて分かったと思うんですけれども、結構あの遅いんですね。で、1つとか2つ検索するのならいいんですけれども、これが数十個あるとあのかなりしんどい作業になってきます。で、そこで、まああのまあ、ここから先はあの私どもがやっているこういうサーバーの、まあ、仕事をあの含めてご紹介するんですけれども、まあ、こう Google みたいにですね、あのこうキーワードを入れると即こう結果が出るようなあのGoogle のように遺伝子を探せればいいなということで、私たちが、開発した、ウェブサーバー、統合遺伝子検索 GGRNA というのを、公開しています。で、これ名前がですね、あの、Google のようにこれ RNA、すなわちトランスクリプトを検索できるエンジンというコンセプトで、名付けたんですけれども、これいつの間にかこれ、あの短縮されてググるなっていうふうにこうあの呼ばれて、でその名前が定着してしまいました。でここで、RNA っていうのがこれなぜ RNA か、なぜ DNA じゃないのかといいますと、多くの場合あの、まあ、さっき言ったような、検索のキーワードですね、探したいのは、ゲノムの座標ではなくて、遺伝子トランスクリプトであって探したいのは、で検索したいキーワードの大部分がトランスクリプトに紐付けやすい内容であるというふうに考えたので、まあ、こういうようなあのサイトを立ち上げました。で、まあ、あの URL 書きませんでしたけれども、あの GGRNA でこれググるとですね、あのちゃんとトップにあの出てきます。で、この画面がトップページなんですけれども、あのシンプルな作りになっていて、これ検索窓が一つあって、生物種を選ぶメニューがあるだけです。で、マニュアル一応ヘルプのところにあの使い方が書いてあるんですけれども、読まなくても使えます。で、検索の例をですね、ここにいくつかあの挙げてありますので、それを参考に、まあ、いろいろなキーワードを入れることができるんですが、これを見てあの参考にしてください。で、実際にこれ検索してみますけれども、まずは、まあ、遺伝子名ですね、ここに、生物種が決まっている場合ですはですね、ここから生物種を選びます。デフォルトはこう図で、全生物種を、一度に検索できるんですけれども、人を選ぶと、まあ、ここに人のアイコンが出てきます。でナノグとか入れて、検索と押すとあっという間にですね、あの結果が出るわけですね。で、ここで表示されているこれ一つ一つは、レフセックに登録された、遺伝子、まあ、転写産物で、NM とか XM でこれ ID が始まるこれメッセンジャー RNA、とそれから、NR、XR で始まる、ノンコーディング RNA ですね、タンパクにならない、RNA が、検索の対象になっています。で、まあ、ヒットしたものを、
これクリックしてやると詳しい情報が先ほどご紹介したようなジェンバンクのフォーマットで出てきます。で、検索したこれナノグっていうキーワードがこうハイライトされて、表示されるので見やすいと思います。で、他にもこれアクセッション番号で検索したりとか NM の003380入れて検索とやると、これ出てきますね。 NM の003380、これ実はさっきから出てきているホモサピエンスの、ビメンチンなんですけれども、あとは塩基配列でも素早く検索することができます。で、今ですね、14ベースの適当な塩基配列を打ち込んでるんですけれども、 CAA、GAA、GA、GA、TT、GC と入れて検索すると、こう出てくるんですね。で、ここに9って出ているのは、これヒット件数です。14ベースの適当な配列を、人の中で検索したら、9件ヒットしたということです。で、試しにこれもう少し配列を短くしてみましょう。で、3プライムマッタンを3ベース削って検索してやると、この9だったところが494に増えました。で、もっと削ります。調子に乗ってこう、3末をまた3ベース削って、8ベースにしました。で、そうするとちょっとこう、時間がかかるんですけれども、でもやっぱりすぐ出てきます。で、32,835 件と、人の中にこれだけある。で、ちなみにこの数字は、正確な、漏れのない、検索結果の数字です。で、この手の検索はですね、ブラストとかブラッド、先ほど見てきたようなサイトでは、苦手な検索なんですけれども、こういう短い塩基配列を探す、たくさんヒットするような短い塩基配列を素早く検索するのって大変なんですけれども、この Google なという、サイトでは素早く結果が返ってきます。で、短いアミノ酸配列の検索も得意です。例えばですね、論文読んでたら、こういうフィギュアが出てきて、で、このタンパクについてこうデータベース引っ張ってこようとしたときに、ここにアミノ酸配列が一部出てるわけですね。で、もちろん本文読めばこれが何のタンパクかっていうのは分かるんですけれども、これ手っ取り早くですね、この、今出ていたアミノ酸配列を入れてですね、これ、図を選んでレフセックに収録された全生物種を一度に検索してみることにします。で、アミノ酸配列ですね、断片的に、SEHPL と入れて、5アミノ酸ですか、検索とやると、6,153 件ですね、ちょっと多いので、もう一つ、配列を入れてアンド検索してみます。これ複数のワードをスペースで区切るとアンド検索ができるんですけれども、これフィギュアに出てきた短い配列2つ入れたら、これ441件に絞り込みできました。で、こう見ていくとですね、ATP7B というふうにこう出てきて、そういうタンパクのいろいろな生物種のホモログがヒットしています。で、ちなみにこの後さらにキーワードを追加して生物種を絞り込んだりっていうこと、塩基配列と生物種っていうのを同時に検索窓に入れて検索することももちろんできます。ここでは省略しますが、絞り込みもできますと。で、あとはですね、応用例としてPCR のプライマーのような配列の検索というのも使えるかと思います。で、例えばですね、人のある遺伝子に対して RT-PCR をかけようとしたら、どういうわけかですね、バンドがこう2本現れたわけですね。で、これなんだろうなっていうことで、この2本のバンドの、正体を知りたいと、この増幅してきた遺伝子はこれ何なのかとか、あとこれ2本のバンドのサイズはいうときに、このフォワードプライマーとリバースプライマー2箇所でアンド検索しますと、このようにですね、2件 DGCR8 という遺伝子の2つのトランスクリプト
トのバリアントがヒットしました。で、塩基配列の場合はですね、ヒットしたこのポジションがここに出るんですね。892とか2272、1892か、というふうに出て、引き算をすれば PCR 産物の長さがだいたいわかると。厳密に言うとですね、ここに出ている数字というのは、このヒットした塩基配列の先頭の位置を示しているので、これただ引き算するだけではなくて、リバースプライマーの長さを足してやらないといけないので、それを考慮すると、それぞれ約400ベース、約500ベースのサイズになるかと思います。で、それを踏まえてもう一度このバンドを見てみますとですね、だいたいこれが400と500なので、DGCR8 の2つのバリアントが増幅したということが、この Google なという検索エンジンを使って簡単にチェックできるというわけです。で、ちなみにですね、このゲルの写真は実際に実験したわけではなくて、まあ、Photoshop でこう切り貼りして作ったまあ、架空のデータであるということをお断りしておきます。で、もう一つマイクロアレイの実験をされている方にとっては便利な機能かと思うんですけれども、プローブ ID から配列に変換してこう検索することができるんですね。で、アフィメトリクスのジーンチップのマイクロアレイだと、一つの遺伝子に対して25ベースのプローブが11箇所設計されていて、で、11個でそのターゲットを認識するような仕組みになっています。で、このまとまりをプローブセットと呼んでいるんですけれども、このプローブセットの ID、155231の A の AT を Google なに入れると、このプローブセット ID が Google なの中で自動的に塩基配列に変換されて11個ですね。で、それのAND検索が行われるようになっています。で、その結果、まあ、ここではですね、LAX2 という遺伝子がヒットしたんですけれども、これ詳しく見てみるとですね、塩基配列がマッチしたところがハイライトされて表示されていて、この遺伝子の3プライム末端側にこのようにプローブが設計されているということが、わかります。で、この仕組みを作るまでは、なんとなくですね、私は25ベースのプローブがこう等間隔になんか並んで設計されているのかなって思っていたんですけれども、実際にこれやってみるとこんな風に重なり合っているということが、これ初めて知りました。まあ、おそらく TM を合わせたりとかしているんだと思うんですけれど。で、まあ、Google なについて、簡単にまとめます。まあ、Google なはこう遺伝子を Google のようにですね、さまざまなキーワードから検索できるようにした、サイトで、検索対象としては、RefSeq のメッセンジャー RNA、ノンコーディング RNA、まあ、要はですね、転写産物に対して検索できるようになっています。まあなので、これ RNA なんですね。で、まあ、様々なキーワードに対応しているんですけれども、特に、塩基配列とかアミノ酸配列の検索が得意で、これ短い配列をですね、素早く探してくることができます。で、次にですね、もう一つ塩基配列検索に特化したサービスを、紹介したいと思います。で、これはですね、Google なから派生したプロジェクトで、高速配列検索、ゲゲゲノムと言います。で、名前の由来はですね、Google なの RNA の部分をゲノムに置き換えて、まあ、GG、ゲノム、ゲゲゲノムにしました。で、これもこう URL 今書きませんでしたけれども、ゲゲゲノムで、ググっていただければ、たどり着けるはずです。で、このサイトはですね、塩基配列の検索に特化したサイトで、ゲノムを高速に、検索できます。で、今ですね、一瞬だったので、ちょっともう一度、出しますけれども、これトップページのこの検索窓のところに、今20ベースぐらいの配列をコピペしました。で、検索って押すと、こう、あっという間にですね、2番染色体のここからここまでが、完全一致したと。いう結果が出ます。
で、このサイト、ミスマッチとかギャップを含む塩基配列も検索できて、今ここに2って入れたのは、許容するミスマッチ、とそれからインサーション・デリーションの数です。2ベースまで許すと、このような形で、検索できます。でミスマッチとかギャップのある場所は、この赤くこう分かるようになって、アライメントが可視化されて、表示されます。で、こう表示される結果はですね、今度ゲノムの座標でクリックすると、UCSC のゲノムブラウザーに、リンクしています。でこれはですね、ゲゲゲノムとこう先ほどのググルナ両方に共通の機能なんですけれども、 REST API というのを提供していて、でこれざっくりと説明すると、検索結果とあと URL アドレス、ね、ですねが1対1対応していて、でアドレスの中に検索対象のこれデータベース生物種とか、あとは検索キーワードが文字列として含まれているんですね。で、先ほどから検索してきた結果が出た画面の、URL に注目して、いただけるとよくわかると思うんですけれども、自分がこう何をどういうふうに検索したかっていう情報が URL の中に入って、います。で、生物種とかあと検索キーワードがあって、このフォーマットっていうところは何かと言いますと、ここはHTML って書けば、今まで見てきたようなこの HTML で結果が返ってくるんですけれども、ここをですね、.text って変えてやると、こんな風にタブ区切りテキストで結果が返ってくるんですね。でこれはそのまま Excel とかにこうコピペして、くることもできます。で今、.json って書くと、今度 JSON 形式という、これはプログラムを書いて自動的にこう処理するときに便利なフォーマットなんですが、そういったさまざまなフォーマットで検索結果を得ることができます。で、ウェットな実験をされている方にとっては、こういう API とかあとなんか JSON っていう形式とか出てくると、少しこう難しいそうって感じるかもしれませんけれども、要はですね、全部この検索に関する情報が、アドレスの中に URL の中に含まれているということで、これを実際に簡単に活用できる例というのをこれから2つほど紹介したいと思います。で、表計算ソフトでこれゲゲノム検索ができるっていう、表計算ソフトと書きましたけれども、Excel と、よく似ている Google ドライブのスプレッドシートを使っているところがポイントで、今ですね、この左側のセルに入っている、この塩基配列をですね、検索、したいと、ゲノムで検索して、したいということなんですけれども、ここの D のカラムから、右は全部これ数式が入っていて、これ例えば PCR のプライマーなんですけれども、プライマーの配列からこれゲゲゲノムの、URL をですね生成してきて、でインポートデータという関数を使って、インポートデータでこのURL って指定すると、この URL にアクセスして、その結果がここに埋まるんですね。でそれを関数でどんどん処理してやって、でそうするとこうどこの染色体の何番目にヒットしたかっていうのが分かって、引き算をすれば PCR 産物の、サイズが分かると。でこの今入れた数式のところをですね、下に全部コピーしてペーストしてやると、今この瞬間にゲゲゲノム検索が行われて、これゲノムの座標まで出て、引き算をして PCR の産物の長さが自動的に出てくると。でこれこう全部手でやろうと確認して、場所も
座標を求めて引き算してやろうとすると、これも非常に大変な作業になるんですけれども、この表計算ソフトでこの検索、塩基配列検索ができることによってすごい楽にできるということができます。でこれはですね、このゲゲゲノムのサイトのヘルプページにですね、ヘルプページのところに、少し紹介されていて、今なんか帰ってこないですね。あ、来ました来ました。このヘルプページのこの一言というところに、 Google スプレッドシート上で配列検索ができますっていうところがあって、ここをクリックしていただくと、今のスプレッドシートのサンプルが出ていますので、これを少しこう改変してやることによって、先ほどのような計算が簡単にできるようになります。それで、もう一つですね、ゲゲゲノムで検索した結果をこの UCSC のゲノムブラウザー上に簡単に表示して可視化することができます。で、このですね、ちょっと小さいんですけれども、この緑色になっているところ、一番端っこにゲゲゲノム、あ、これか、ゲゲゲノム、マッチスって出ているんですけれども、この縦にバーコードのように出ているのがゲゲゲノムのこの検索結果ですね。でこれ遺伝子がいっぱいこうありますけれども、こういうところにヒットしているっていうのを、どういう時に使うかというと、例えば転写因子の認識モチーフとかをゲゲゲノムで検索してやって、でゲゲゲノムゲノム上にですね、すごいたくさん、ヒットしたようなものを、どういう遺伝子の近傍にそのヒットがあるのかなっていうようなことを可視化することができます。でこれ実際にやってみますけれども、まずゲゲゲノムのサイトで適当な塩基配列を検索してやります。人の染色体、人のゲノムに対して、例えば、GAC、TGAC とか入れて検索をします。みんなで同時にアクセスすると結構遅くなるんですけれども、ちょっと待ちましょう。あ、出てきましたね。これ、20万件以上ヒットがあると。ゲゲゲノムもグーグルナも、大体ヒット件数に比例して検索時間がかかるようになっているので、時間がかかるということです。ちょっともう少し長くしてみます。ちなみにですね、ゲゲゲノムではこれ ATGC の4塩基以外に、N とか R とか Y みたいな曖昧塩基を含んでいても検索することができます。でここで今入力したのは、GACT、GAR、GT だから、9塩基で途中に R という、曖昧な塩基を含んでいる配列です。R というのは、プリンだから、A または G のどちらかがマッチしています。A とか G ですね。ここにヒットを見れば分かると思うんですが。で、ゲノムの中で5万4000ヒットぐらい
しているものです。で、これを UCSC のゲノムブラウザー上で見たいと。で、ゲノムブラウザー上で可視化するためには、BED という形式でデータを用意してやる必要があります。この URL の一番最後に .bed と入力すると、BED という形式になります。ちょっと5万件あるので動作がもっさりしてますが、これどういうフォーマットかというと、今、人のゲノムを検索してるんですが、これ何番染色体のどこからどこまでにヒットがあったっていうのを、一つのヒットにつき、こう1行で、表した、こういうファイルです。で、一方で、UCSC のゲノムブラウザーの方に、進んで、このブラウザーのこの画像表示されているところの下に Add Custom Tracks っていうところがあります。で、このボタンを押して、先ほどのあのベッドをですね、あの追加して取り込むことができるんですね。で、ここに、ベッドのあの5万行ぐらいあるものを直接コピペしてもいいんですけれども、ここであの URL を、入力してもよくて、で、この、URL をですねコピーしてきます。で、サブミットすると、今こういう UCSC のこのサイトからゲゲゲノムにこう検索が飛んで、出ましたね。5万4000件のヒットが今取り込まれた状態です。で、この状態で、ゲノムブラウザーを表示してやると、おっと、ちょっとこれは拡大のしすぎですね。ゲゲゲノム、マッチスっていうところにこう黒い棒が出て、ここにマッチしてるっていう意味なんですけれども、ズームアウトしていきます。ズームアウトしていくと、これゲゲゲノムマッチっていうところにこうつくつくつくってこういくつかこうあのバーコードみたいな表示されるんですけれども、これがゲノム上で先ほどの9塩基の配列がマッチしている場所になります。で、こう見ていくと、まあ、遺伝子がこういうふうにこうあって、で、先ほどの配列がこういうところにあるということを簡単に可視化することができます。というような感じで、まあ、塩基配列の検索、まあ、ゲゲゲノムのまとめなんですけれども、まあ、ゲゲゲノムの方は塩基配列の検索に特化していて、短い配列、を検索するのがやはり得意です。ただ1キロベース以上の配列は入力することができません。で、ゲゲゲノムはですね、さっきまあ、人についてご説明しましたけれども、ゲノムが読まれている約200種類の生物種について、ゲノムをと、それからあと転写産物もですね、レフセックの転写産物も検索することができます。で、ググルナと大きく違うのは、これミスマッチとか、あとインサーションデリーションがある場合であっても、検索することができるということと、あと、この REST API、URL を使っていろいろなこう処理ができるというのは便利に使えます。で、Google のスプレッドシート、表計算スプレッドシートとか、あとは UCSC のゲノムブラウザーの例をご紹介しましたけれども、これ R とか、あとプログラミング言語の Ruby とか Galaxy で、ゲゲゲノム検索ができる、ライブラリーとかプラグインというのも用意されていて、まあ、ちょっとしたこうプログラムを書ける人はそれでこう大量にこう検索を回すということも、できます。で、時間があと15分ぐらいですが、で、次にですね、これゲゲゲノムの、応用
なんですけれども、クリスパーキャスシステムの、ガイド RNA 設計、ターゲット配列の設計の話をご紹介したいと思います。で、まあ、ご承知のようにクリスパーキャスシステムというのはここ3年ほどで急速に広まってきた、ゲノム編集の画期的な手法なんですけれども、まあ、20ベース程度のターゲットを決めると、まあ、そこをゲノム上のターゲットを自在に編集することができるということで、PAM と呼ばれる NGG という配列に隣接した二重塩基を選択するということと、あとはですね、二重塩基というのが短いので適当に設計すると、こう自分が、まあ、編集したい領域以外に似ている配列があって、でそこも意図せず、ゲノム編集が起こってしまうというオフターゲット効果が、起きてしまいますので、それがなるべく起きないように特異性の高い配列を選択してやる必要があります。で、その2つのを満たす配列を簡単に設計できるようにしたのがこのクリスパーダイレクトというサイトで、まあ、公開しました。で、このサイトはですね、一番最初にご紹介した siRNA の設計サイト SI ダイレクトとよく似ているんですけれども、同じようにゲノム編集を行いたい遺伝子のアクセッション番号か、もしくは染色体の領域を入れてもいいんですけれども、あとは直接塩基配列をここにコピペして、デザインというボタンを押すだけで、でですね、クリスパーダイレクトに関しては、これ中でですね、ゲゲゲノムが動いていて、特異性の確認のためにこうゲノムを一生懸命検索しているんですけれども、ギゲゲノムで検索可能な約200種類の生物種がこちらのクリスパーダイレクトでも対応していまして、まあ、この代表的なモデル生物をはじめ、まあ、ゲノムが読まれているようなものについて配列を設計することができます。で、実際にこれも、ウェブの方で、見ていきますが、今直接 URL を打ち込んでしまいましたが、クリスパーダイレクトで、Google 検索すれば、行くことができます。で、まあ、これサンプルのシーケンスがここに入力されているんですけれども、基本的にはここに配列か、もしくは、ここにアクセッション番号を入力して、あと生物種を、選択します。今これ人が選ばれているんですけれども、ここプルダウンメニューになっていて、これ、いろいろな生物種を選べるようになっています。でこれ選ぶのがこれ結構大変なので、ここですね、クリックするとこれ入力できるようになっています。で、ここに生物種名の一部とか、あと学名の一部を入力すると、例えば、ラットとか入れると、生物種名か学名にラットって含むようなものがここに絞り込まれるんですね。で、そこで、ラットとかこう、選択することができます。まあ、とりあえず、ここにあるサンプルの配列は、人の配列なので、ホモサピエンス入れて、ですね、最新のヒトゲノムの配列で、設計をします。でそうすると結果このような画面が出てくるんですけれども、表示されているのが有効なガイド RNA の候補です。PAM の配列、今デフォルトではですね、NGG なんですけれども、最近は NGG 以外の PAM を認識する、由来の違う Cas9 が
どんどん使われるようになってきているので、ここの NGG っていうところを別の配列に置き換えることもできます。で、で条件を満たしてかつ特異性の高い、配列というのがここに緑色で表示されています。で、この特異性の高いというのがどういうことかというと、右の方のカラムにですね、数字が出ています。これは Number of Target Sites ってちょっと小さいのでなるべく拡大しますけれども、で、Number of Target Sites、今選択したゲノムの中に配列が何箇所あるのかっていうのを調べていて、で、20マープラスパムとか12マープラスパム、8マープラスパム、それぞれの長さで見たときにゲノムに何箇所あるか、理想的にはこれ1箇所しかないものというのが特異性の高い、オフターゲットが少ないと予想される配列なので、この20マー全長で見たときに1箇所しかないというものは簡単に選べるんですけれども、あ、ちょっと変な画面が今戻ります。パムに隣接する12マーだけ見ると、結構ゲノムに数十箇所とか多いものだと数千箇所ヒットしてきます。で、このパムに隣接する12マーがこう完全一致しているだけでも、ゲノム編集が起こってしまうっていうデータがありますので、ここはできるだけ少ない方がいいわけですね。で、8マーまで見ると、これは一ゲノムだと本当にたくさんあるので、これを1にするのは実質無理です。なので現実的にはこの20マーと12マーというカラムがこう1になっているもの、それを特異性の高い、ガイド RNA ターゲットとして表示しています。で、この下の方にはですね、今入力した配列に対して、こういう場所にガイド RNA が設計されていて、でおすすめの緑色になっているものが、こういうところにあるよというのが出ています。で、例えば最近はゲノム編集の特異性を上げるためにこう2つのガイド RNA を使ってダブルニッキングでという方法があるんですけれども、その場合にどの2つを使うかっていうのがここを見ると簡単に選べるようになっています。で、あとは下の方にはこれ多部区切りテキストで先ほどの表が、表示されていて、 Excel などにコピーペーストすることもできますという感じで、クリスパー、まとめますと、クリスパーダイレクトでは、パムに隣接する二重塩基で、かつゲノムの他の領域とは塩基配列が一致しない、標的とする部分とだけ完全一致するような特異性の高い配列、オフターゲット効果が少ないと予想される配列を簡単に選んでくることができるサイトです。で、この特異性の高い配列を選ぶ方法なんですけれども、特にこのパムの近傍の12マーとか8マー、先ほどの右側のカラムで8マープラスパムとか12マープラスパムって書いてあったところですけれども、そこの特異性が大事だということが分かっていますので、それを重視したデザインになっています。詳しくは論文を出しているのでそちらの方で説明しています。で、あと10分あるのでちょっともう一つですね、研究というかですね、主に論文の執筆などに役立つ、ウェブツールというのをご紹介したいと思います。で、これ、テキスト比較ツール DIFF っていうサイトなんですけれども、これはテキスト2つのテキストを比較して差分を表示するツールです。で、とても簡単なツールなのでちょっとデモをお見せしますが、2つ枠があって、
でここにテキストを2つのテキストをここに入力して、で比較するというボタンを押すと今入れた2つのテキストの中で、違う部分というのがこうハイライトされて表示されます。こんな感じ、っていうただそれだけの、まあ、サイトなんですけれども、もともとですね、私が学生の時に論文を書いていてですね、こうボスとやり取りするとこう治って帰ってくるんですけれども、なんか変なところが変わっていたりとか操作を間違えてとかそういうこともあるので、あとはですね、一応ワードでやり取りしてたんですけれども、一旦全部をこう移し替えて、で変えてまたコピーするっていうことをやっていたので、ワードの履歴機能が全然使えなかったりとかして、でそれで、変更箇所が簡単に分かるようなツールを、作ってみようということで、作ったのが、まあ、きっかけです。で、中身はですね、こうユニックス の diff というコマンドを使っていて、でユニックスの diff コマンドっていうのは行ごとに違う行を検出してこう返すっていうプログラムなんですけれども、それを少し応用して、例えばこういう文章があったときに、ここの赤の線を入れたところにこうわざと改行を入れてやって、それで比較をして戻してやるということで、単語ごとに比較することができるようにしています。で、でこれはもともとはですね、この diff というコマンドを使っているので、 diff ファイルっていうふうに呼んでいて、それでそれをつなげて diff って呼んでいたんですけれども、今、まあ、後ろにいらっしゃるその小野さんがですね、メソさんってこれ私なんですけれども、メソさんの diff は役に立つなっていうふうにツイッターで投稿したのをきっかけに、これ diff という名前が、定着してしまいました。で、diff のこの便利機能なんですけれども、こういう機能がついていて、この比較した結果の一番下のところにこう文字数のカウントが表示されていたりとか、あと印刷するときに便利なように、これ結果をモノクロにしたりとかできるんですね。あと色もこっちがいいよっていう人はこの緑に変えたりとかすることもできます。で、あとはこの、比較した結果を誰かに送りたい、メールで送りたいっていう時とかに、このページを、別名で保存で、単一の HTML としてこの結果を保存することができるので、メールで送ったりすることができます。で、あとはですね、これは今使用中なんですけれども、この結果をこう公開するという機能があって、これ3日間限定なんですけれども、ここにパスワードを適当に1234とか設定して、結果を公開するというボタンを押すと、この結果に対してここにこういう専用のアドレスがついて、保存されるんですね。で、このアドレスを例えばメールとかでこうやり取りするだけでこの結果を共有することができます。ただこれは3日経つと消えてしまいます。ということで、これは主に論文執筆などを支援するツールとしてご紹介しました。で、大体私が紹介する内容というのは以上なんですけれども、おまけでですね、これ生命科学系のデータベースとかウェブツールってすごくたくさんあるんですけれども、どういうツールがあるのか知らないと使えないですよね。なので、簡単にですね、生命科学研究
に有用なデータベースとかウェブツール、こう約100個をですね、見開き、2ページぐらいで、紹介した、まあ、こういうデータベースウェブツールというのを、これ1年半ぐらい前なんですけれども、編集して、陽動社 の、 実験医学増刊号として、出ていますので、よろしければ参考になさってください。